じゃあ焼きますよ。絶対やばい。こんにちは、りょうです。いつも動画のご視聴、コメント、高評価、いつもいつもありがとうございます。ということで、私先日引っ越したんですけども、そのね、ちょっと引っ越し祝いのを、結構ちょっとね、引っ越し頑張ったんで、自分にちょっとしようかなと思いまして、で、なんか引っ越しそばとかでなんかね、作ってもいいかなって思ったんですけど、せっかくなんで肉を焼きますということで、焼くお肉はこちら。パパパパーン。うわー、なんかもうすごいきらめいてます。黒毛和牛のトモ三角っていう部位ですね。これステーキ用のやつ買いました。2つあるんですけど、今日焼くのは1個だけなんですけども、もうこれがね、まあイオンで買ったんですけど、 100g 1300円するやつで、その友達とか誰かのお祝いで買ったりするならあれなんですけど、自分用にそんななんか買うなんてちょっとね、おこがましいんですけど、ちょっとなんかせっかくなんで、ちょっともう縁起を担ぎまくって縁起になろうということで焼きます。まあなんかちょっとね、焼きながら雑談できたらいいなと思って、そういうゆるいね、世界線で生きていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと普通に下味だけね、軽くつけます。もうがっつり、もう普通に塩コショウだけで、もうこんな美味しいお肉なんて、軽く塩コショウやってわさびで垂れたら、もうあの世界がね、壊れてしまうんで、ちょっと塩コショウね、若干多めに。コショウがない。コショウがないけど、じゃあ塩だけでもシンプルな世界で、これ常温に戻してあるんで、あとパパッと焼くだけなんです。ああ、ポッ。もう油を塗らずにね、もういい油出ますから、中火でじっくりと焼かせていただきます。じゃあ焼きますよ。絶対やばい。いや、こんなの絶対おいしいじゃん。あー、もう最高。最高です。こういいんですか、こんなん。いいお肉なんで、常温に戻してるんで、このままね、切っていっちゃいましょう。あの、ナイフがなくて、ちょっと待って、ナイフ。調理師免許を持ってるとは思えない、この武功をしている。じゃあ、いいですか、ちょっと、これいっちゃって。ね、見てください、このほら、これもうなんか黄金輝いておりますけども、これをね、ちょっとあのわさびでちょこんとつけて、シンプルにいただきたいなと思います。あ、すいません、いただきます。うますぎ。もうこの世界の涙が枯れました。うん、一部うまってか、これいい肉ってなんでこんな、なんかもうすごいんすかね。これトリコめっちゃ好きなんですけど、ジュエルミートです。いや、待って、ちょっとうますぎて雑談どこではないが、雑談をしたいです。いや、そう、今日はですね、あの前の家のね、もう掃除をして、明日退去なんですけど、ちょっと前の家片付けてきまして、もうね、ついに前の家ともちょっとお別れかということで、まあいよいよね、この家で引っ越してきて、新生活がピローンって感じで始まるわけなんですけども、いただきます。うまっ。で、なんで今日こんな感じでカセットコンロでやってるかというと、もうね、新しい、ちょっとあの、もともとね、コンロ置いてなくて、この家、ガステーブルってものをね、まあちょっと買ったんですよ。買っても設置はしてあるんですけど、まあちょっといろいろあってね、まあまだあれということで、次の動画ぐらいからもうちゃんとね、料理のやつをね、出していこうかなと思いますんで、今日はもうあの、幸せな日々を、ありがとうございます。食レポがしたい。そうだ、食レポがしたいんです、僕は。ということで、食レポします。一からの気持ちで。まあ、見てください。この、ね、ピントが合ってますけども。合いました。この輝き、焼き具合がもう本当に完璧でございますけども、いいお肉ってなんでこんなね、いい色で、ね、いいんでしょうね。いただきます。もう、塩とわさびだけで、美味しいお肉って、本当に総理大臣。もう総理大臣よりも大統領ぐらいの味です。
僕ももうね、そう26歳になってちょっと最近カルビとかちょっとねきつくなってきたんです。昔はカルビとかばっか食べてたんですけど、やっぱ今牛タンとかね、牛タンとかが牛タンなんですけど、でもなんかこういうやっぱいいお肉とかの脂ってなんか食べれちゃうんですよね、不思議なもので。そうということでね、まあ新居引っ越してきまして、まあ改めて引っ越し祝いもしたんで、次からねしっかりバチッと動画をねやっていこうと思いますので、新しい気持ちでよろしくお願いいたします。ということで、本当にただただ僕がよくわからない食レポをしつつ、あのお肉を食べるというね、まあ、よくわかんない動画だったんですけども、たまにはこういうのもいいんじゃん、たまにはこういうのもいいんじゃないかということで、皆さんもご飯と一緒に見ていただけたら幸いでございました。ということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。毎週水曜日と土曜日にね動画を投稿してますんで、ぜひとも本当にありがとうございます。ということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。ゴーヤチャンプルー。You and